今日も小坂保健室やってまいりました。午前中ですね、県道沿いのあの斜面入り口側ですね、ちょっと気分転換に買ったんですけど、超綺麗になってなんか見晴らしも良くて本当さっぱりしました。もうちょっとだけの区間なんですけど、気分転換にはすごくいいですね。景色が変わるのが非常にいいですね。もうちょっと時間があるので、あの雨の予報も出てますので続きやっていこうと思います。あのいつもの川川くんが不在なんですよね。朝不在で10時の休憩の時に帰ってきてカー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 言ってたんですけど、またどっか不在になって今いないんですよね。どこ行ったんですかね。いつもカー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 応援してるんか文句言ってるんかうるさいんですけど、今日は静かですね。ということで、まあカーカー君のいないうちにとっととやってしまおうと思います。今日もちょっと気分転換にのり面やっていこうと思います。だからちょっとだけのエリアだと思いますけど、のり面どんな感じかちょっとやってみようと思います。また相変わらずの動画ですけど、どうぞ皆さんよろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録と、あと画面下のこういうやつグッドボタンですね、どうぞよろしくお願いします。応援コメントもどうぞよろしくお願いします。じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、前回このエリアをやりました。超気持ちよくなりました。で、県道沿いから見晴らしが良くなりました。ずっと来て、今日はこののり面をちょっとやろうかなっていうふうに思います。ちょっと現場行きましょう。はい、ここが1段目です。で、この間ののり面、これ2段目ですね。2段目は途中まで行ってます。こののり面が結構距離があるんですよね。斜面はそんなに急ではないです。中に入っていきましょう。はい、こんな、はい、2段目ですね。で、のり面ボタンとかあります。うわ、これ距離長いな。こんな感じです。あのトタンぐらいのところからやりましょうか。あ、カーカー君帰ってきた。カーカー君帰ってきたよ。どこ行った？カーカー君。あー、飛びよ飛びよ。カーカー君帰ってきた。はい、ではやっていきましょう。雨の予報が出てるんですけど、もうぼちぼち暗くなってきましたね。もうじき雨降るんかな。まあ、雨が降らないように、あと1時間ぐらいやりたいなっていうふうに思います。こののり面はね、距離があるんよな。まあ、ちょっとやってみましょう。じゃあ、今日も一日安全作業で頑張っていきましょう。
Thank you.
あ、これはきつい。ちょっと休憩しましょう。これはちょっと汗だくなったな。ちょっと休憩します。もう汗だくです。はい、あとこれだけです。もうあとちょっとこれだけやっておしまいにしましょう。おい、どこ行く、どこ行くんか、どこ行ったな。はい、休憩しました。あと少しねやっていきましょう。もうなんかね、雨が降りそうです。雨が降らうちにやってしまいましょう。さあ、もういいでしょ。結構はかどりました。あら、トンビ君が来たな。はい、雨が降る前に終わりました。ちょっとだけですね、10メーターぐらい進みました。まあいいでしょう。綺麗になりました。行けましたね、なんとか。もう雨降りそうですけど、なんとか行きました。10メーターぐらいしか進みませんでしたけど、まあいいでしょう。それと、この県道沿いも綺麗になりましたね。これは前々回ですけど、はい、結構進みました。なんかね、見晴らしが良くなってきましたね。
はい、今日は非常にはかどりました。天候は今にも雨降りそうな感じになってきましたけど、まあ、降る前に終わらすことができました。もう汗だくでございます。ちょっと帰って服着替えましょう。今日はねかなり見た目の変化があって良かったです。草刈ってもあまり変化がないと何かやった感があまりないんですけど、今日は結構ね見晴らしが良くなって、とても良かったと思います。じゃあ今日の作業はこれで終了いたします。次の動画でお会いしましょう。